どうされたのですか、ヒルメ様。ああ、うむ、今の？いやいや、なんでもないぞ。気にするな、ヨミ。はあ、ならば良いのですが。なんじゃその目は。私が信用できんというのか？そういうわけでは。ただ、ここ最近はお元気がないようですし、ヨミは心配なのでございます。ヒルメ様は天下第一のお体。もしものことがあってはいけません。私はあなたにお仕えし、この神明にかけてお守りすることが務めですから。ああ、もうわかったわかった。いつもお前は堅苦しいのじゃ。ヨミ、なんぞ面白いことをやれ。面白いですか。そうですね、先日夜光様からお借りした書物が実にこう玄妙で、特に由意識から紐解く天地万物の色即是空が。やめんか。お前は私に頭痛を起こさせる気か。良いか？何度も言うが、私の方が年上じゃからな。保護者のような態度はやめえ。そのような、私は部をわきまえているだけです、ヒルメ様。ちょっとら私の言うことを聞きおれよ。今からお前は敬語禁止じゃ。ダメです。なんでじゃ？林道様たちに申し訳が立ちません。私が一番偉いのじゃぞ！ずっとこの高間ヶ原に缶詰で、どこにも行かせてくれんし、過去の連中の中には趣味のように下界をうろつき回っておったやつもいると聞いたぞ。なんじゃったかな、触覚じゃったか。それを作れば人間どもと触れ合うこともできるのじゃろうが。まあ理屈上は、神座であらせられるヒルメ様は神羅万象という巨大な生命ゆえに、人のごとき小さきものとそのままで接することはできません。ありていに申しますと、ヒルメ様が宇宙なのです。星も自然も生命も恩義の中にあるのですから、存在としてのスケールが異なります。人が自らの細胞と話すことなどできないように、あちらからすればヒルメ様は大きすぎてわからないものでしょうし、逆に言えば私から見て人間は矮小すぎるからダメに付き合えん、そういうことじゃろ。じゃから触覚が必要なわけで。はい、人間サイズに投影したヒルメ様の分身をお作りになれば人と接することは可能です。先ほどおっしゃられたように、過去の神座にはそうした真似を好んだ者もいたようで、確か四代目だったと記憶していますが、ヒルメ様は下界に赴かれたいのですか？まあの、将ならば下々の生活を知っておくことも大事じゃろ。具体的にはどのような？それはお前、食べ物じゃろ、あと飲み物じゃろ、他にはつまり遊びたいだけとおっしゃる。悪いのか。まさか私が未熟じゃから反対と言うんじゃなかろうな。己の触覚すらまともに作れん半端者じゃと。そのような、ヒルメ様はご立派なお方です。まこと天下一の将にふさわしい器量の持ち主であらせられますし、そもそも今ここにいらっしゃるヒルメ様も触覚のようなものなのですよ。え、そうなのか。はい、でなくば私のようなはしためがおそばにお仕えすることなどかないません。この身は夜光様の術で生み出されたもの。ただの人よりはいくらか上と思いますが、神座のお方と比べられるはずもないでしょう。よってヒルメ様が触覚をお作りになれない
というのはありえないことです。うむ、そうじゃったのか。まるで意識しておらなんだが。今の私はお前の程度に合わせた投影をしておるということじゃな。まことに恐れ多いことながら、そうなります。ヒルメ様をお守りする身でありながら、逆にお手数をおかけしまして、申し訳ないと恥じいるばかりの。よいよい、なんじゃ、やっぱり私はすごいのじゃないか。無意識のうちにも触覚を駆使するとは、さすが私。私はすごくて、偉くて、強いのじゃ。間違いないな、ヨミ。はい、加えて誰よりも広く深く、そして熱く、まっすぐなお心をお持ちです。そう本当のことばかり言うでない。くすぐったくなるではないか。しかしそうなると疑問じゃな。私の本体というか本物はどこにあるのじゃ。この高間ヶ原そのものがヒルメ様のます第七神座、夜行様からそう伺っております。そしてその中枢にあるものはただ一つ。ああ、わかったぞ。あれか。なるほどの。言われてみれば、いろいろと腑に落ちる。そうじゃったのか。父上とも母上とも、まるで色が違うからな。しかし、そういうことなら不思議でもない。私はあれの化身であると。そういうことじゃろ？どうした、ヨミ？いえ、何か。なんぞ気配でも感じるのか？あ、父上なのじゃ。は、葉巻様！何をなさっているのですか？さっぱりわからんのじゃ。はははっ、悪い悪い。これも男のロマンってやつだよ。男とはあんな風にネズミのような真似をするのが本道なのか。どうも父上の言うことは毎度一貫性がないのでわからん。まだ怒ってんのか、ヨミ。別に、そのような。葉巻様がお求めならば、私に嫌おうもありません。ですが同時に、それは林道様への不忠になります。もしそのようなことになったら、私は自害して、詫びねばなりません。葉巻様は、ヨミに死ねとおっしゃるのでしょうか。え？あ、いや、そんなつもりはねえんだけどよ。父上、ヨミをいじめるなら許さんぞ。えったく、参ったな、これ。なんでこういい子ちゃんになっちゃったのかね。もっとこう、おふざけが過ぎます、葉巻様ってな具合に、しばきの一発でもかましてくれる方が楽なんだな。まあいい、とにかく俺もヨミに死なれちゃ困る。以後気をつけるよ。ダメな親父ですまねえが、俺は家族ってもんにずっと憧れてたからな。つい構いたくなっちまうんだよ。許してくれ。ふーむ、ならばよいのじゃが、ヨミはどうじゃ。お二人がそうおっしゃるのならば、私は何も。ですがその、葉巻様。ん？なんだ？遠慮はいらねえぞ。ヨミも可愛い俺の娘だ。パパに甘えたくなったんならいつでもいい。手取り足取り腰取り尻取り、さあ力いっぱい僕の胸に飛び込んでおいで。ちょ、まっ、ヨミターン。暑苦しいのじゃ。いてお、ま、ヒルメ、仮に親父
地の壁にグーパンかますと若い子の林道に似てきたな。パパは嬉しいぞ。なんなのじゃこのおっさんは。でヨミヨ、お前は何を言おうとしておったのじゃ。はい、先ほど葉巻様はご家族のことを話していらっしゃいましたから少し気になり。ああ、それか。父上。おい、父上。ほら。ちょ、もっと優しく。あ、ダメじゃな、俺は。まあ、良いわ。そのことなら、私が母上から多少なり聞いておるよ。本当ですか？うむ。なんじゃったかな。父上にはだいぶダメな兄弟がおったそうじゃ。この人よりダメな代物というのが全く想像できんのじゃけど、父上はそんなわけで家族にあまりいい思い出がないらしい。じゃからこの高間ヶ原におる皆のこと特別に思うておるとかなんとか、あの厳しい母上が珍しく緩んだ顔で言っておった。要するにのろけじゃな。まったく、こっちはいい面の皮よ。そうなのですか。申し訳ありませんでした、葉巻様。部をわきまえず、立ち入ったことを聞いてしまい。ん？おう、いいっていいって、気にすんな。俺たちは家族だろ？これに暗い過去があったとか言われてもな。正直。全く信用できんぞ。ま、お前にはまだ難しいよな。けど覚えとけ。本当の男ってやつは影を背負い、かつそれに負けないと笑える強さを持ったやつだ。つまりこの俺。はあ、私、本当にこの人の娘なのかな。大変よく似ていらっしゃると思いますが。なんぞ言うたか。いいえ、何も。とにかく俺の兄弟はどうしようもねえやつだったし、同じくらい哀れなやつでもあった。結局分かり合うことはできなかったし、もう二度と会うこともねえだろ。それが悔しいといえば悔しいな。せめて今はあいつがちっとは安らかになれてることを祈るばかりだよ。父上。ま、お前らが気にすることじゃねえ。暖かくして寝ろ。そんじゃな。葉巻様、少し悲しそうでしたね。そうじゃな。どこまで本気なのかはわからんが、父上の兄弟、つまり私の叔父というわけか。一体どういう男だったんじゃろうな。もう会えんと言っておったが、それはつまり。ええ、おそらく。せめて私たちも祈りましょう。その方の冥福を。おま。大人は勝手じゃの。私の一生、人生、記憶、そして歴史、嬉しかったことも、悲しかったことも、全部合わせて自分が選んできた道だから。納得はしてるけど、悔いがないと言えば、嘘になる。私を撃ったあの子に対して、恨みに思う気持ちはない。でもそれが、私の悪いところじゃないのだろうか。自分だけ汚れないまま、
ずるい感じになっていたんじゃないだろうか。私が言ってしまった後、レンや仲間たちは、心も体も血まみれになりながら戦ったのに、当の私一人だけ、すました顔で退場していた。それがすごく情けない。恥ずかしいことだと思う。だけど、じゃあどうすればよかったのか。あの時、私を否定したあの子たちに対し、もっと強い態度で臨めばよかった。私に逆らうなと、大冗談から抑え込むべきだったの。レンやカリオストロならそうしたかもしれないし、そうできなかったことを悔やんでいると思う。でも、それは彼らの落ち度じゃない。あの時、神座に座っていたのは、私だから。私の世界で起きていることを、レンたちが把握できるはずもないのだ。知っていたのは私だけ。止められたのも私だけ。なのに、私はそうしなかった。次なんか知らない。自分は今を生きてるんだと言った。あの子、あの悲しみに満ちた魂を。私の理屈で、無理やり従わせるなんて、そんなことはできなかった。だから、きっと、それが私のダメなところ、器じゃないってことなのかな。責任感が足りないんだろうね。波動の神は、制服の神。どんなに優しげで、理解のあるようなことを言っても、やってることは独裁だから、他の価値観を排除して、自分の理想を押し付けるのが本質だから、そこにまつわるプラスもマイナスも、全部飲み込んでやるって気概が、私には欠けていた。甘い王様じゃ出来が悪い。容赦なく苛烈な人の方が、案外とうまくやる。他の時代の神座を見て、コウハというこの話を聞いて、私は、今更ながらそう思った。反省しよう。まだ、手遅れじゃないようだし、私はやっぱり、他の人たちみたいに、過激なことはできないけれど、それでも、貫きたいエゴはある。みんなの意志を、人生を、抱きしめて、共にやりたい。話したくない。たとえ迷惑だと嫌がられても、振り払われて唾を吐かれても、今度こそ話さないように。リンネという私の世界は、もう終わったんだから、そこにこだわる必要もなくなった。すべては、これからのために。私ができる私のやり方を、役立てていこう。コウハという子は、私の歴史を知っている。だから、あの子に託すことで、悔いを晴らそうと思ったの。マリ、何を考えてる？多分、レンと同じこと。私が一番話したくないこの人と、これからも一緒にいたい。もう二度と、私のせいで、辛い目に合わせたくない。そのために立つって気持ちは、絶対に同じだよね。レン。機嫌、良さそうだな。コウハってやつの話を信じてるのか？うん。あの子はなんだか、ちょっと懐かしい感じがするの。レンもそうでしょ？まあな。勘みたいなもんだが。コウハは俺たちに限らず、全部の時代の歴史を知ってる。だからそれを再現すると言ってたな。うん。アイオーン、だっけ？要するに、私たちの分身みたいなものってことでしょ？理屈的には、触覚に近いのかな？
昔カリオストロがやってたみたいな。少し違うだろうな。あくまで硬派が思う硬派の目から見た俺たちだ。頭に描いた人物像を召喚するって感じだろう。だから俺たちとリンクしてるわけじゃないし、硬派の見識に誤解があったら全然違うキャラになるかもしれない。例えばめちゃくちゃおしとやかな霞になったりとか。そもそもあいつがアイオンってのになれるのかどうか、そこら辺からして疑問だけど、可能性としてはそういうこともありうるんだろうな。うん、だから硬派は私たちと直接話したがったんだね。イメージと現実のすり合わせだな。齟齬を最小限にしたかったんだろうけど、硬派の観察眼がたとえどれだけ優れていようと 100% の再現はできないはずだ。そうなの？どうして？簡単な話さ。あいつは神座に至るような器じゃない。別の意味で特殊ではあるんだろうが、とにかく力量が違うんだ。つまりアイオーンは良くも悪くも硬派のレベルに引っ張られる。現実で弱かった人は強くなって、強かった人は弱くなるってこと？おそらくな。だから正確に再現はできない。とはいえ、現状の俺たちはここから動けない以上、先手を打つなら他に方法はないんだろう。実際悪くない案だと思うよ。硬派のキャパにもよるんだろうが、全部の時代の奴らが集まる。いくら仮初めの存在でも数は相当なものだろう。それで奈良かに通打を与えて、ここにいる俺たちを解放できれば形勢は変わる。でも、なんだかアイオン同士で喧嘩になったりしそうだよね。もしかすると、だからなのかな。私たちに了解を得たのは、それを抑えるためでもあるんだ。問題はハジュンとのあの教団連中だが、レンはまだあの子たちのことが許せない？ああ、だけど本当に許せないのは、俺は昔からそうなんだよ。どんなに綺麗事を言っても、動機はいつだって怒りだ。今もそうだ。何も変わっちゃいない。そんな自分が嫌になるよ。だから、もう一度戦うんでしょ？硬派の話を聞いて、やり直せるかもしれないと思ったんでしょ？私だって同じ。レンやみんなに辛い思いをさせて、一人だけ汚れなかった自分が許せない。私は、あの子たちが言った通り、つまらなくて勝手な女だよ。神座にあるような器じゃない。マリ。でも、それでいいの。今度の私は、少しわがままになってみる。もう神様なんかじゃないんだもん。不良になっても別にいいよね。例えば、シロみたいに、オラオラーって。やっぱり、マリーはマリーだな。もう、バカにしてるでしょ。私だって、結構ヤバめのイメチェンができるんだからね。ああ、はいはい。わかったわかった。話聞いてよー。